勘違いされそう。あーやばい、ちょっとやばいな。高校生がサングラス、ね、大人気ライバーさん。いやいやいや、違う違う違う、あ、だめだよ、やばいな。あーあー、やってるやってるやってる。やば、違う、普段持ってないですよ、こんな生で。あ、やめた、生で、マジで、見たわ、マジで、マジで見たわ。やばいな、持ってない、持ってない、高校生300、400、何してんだよ、ピストバルの君は。いや、あ、違うんだよ、違うんですよ、これ何してたんだ。全然お金持ってなくて。どこの金よ、かけ狂い始まった、なんで今日やめてよ、本当に。何の金だ、あれ。やばー、これ。あ、やばい、やばい、違う、お金持ってないんです、ね、やばい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 、有名なやつ、やばい、気になって全然成り上がったりしてないですよ。あ、なんだ、なに、あ、孫の手、おばあちゃん、おばあちゃん手袋、弟と何らかのパスワードか、これ。あ、これ買い物メモだ。金庫のパスワードに見えちゃう。あ、なんか、あ、これ財布か。恥ずかしいよこれ。僕の将来の夢は誰よりもビッグになって、お母さんや弟たちを目いっぱい楽させてあげる。おい、来たぞ、おい、好感度上げに来た。騙されるなよ、視聴者。最初のサングラスとかベンツの車の鍵とか、お金だけ見て人間性を測ったような気になったやつ、3年ロムレ。ああ、ああ、お前は何も見えてない。もっと知ってからもの言え。そして最後のあの情にほだされて優しくなっちゃったやつ、ネットをやめろ。お前らすぐに騙される。いつも騙される。優しいやつは帰れ。正座なさい。今ここに。何ですか、何があるんですか。あの、僕は啓蒙活動のためにやってきたんです。どうですか、実際お金持って嫌なやつに見えましたか。そして最後それで許したんじゃないですか、皆さん。哲学界だよこれ。情にほだされるなよ、金に勘違いするなよ。人間性はそんなところには書かれていない。ババン、ありがとうございました。オチかなこれが。